こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、久しぶり卵飛行機シリーズの A6 イントルーダーを紹介したいと思います。はい、今までのアリチンが作った卵飛行機ですね。 F18、F16 で、日本の F2 と F816 です。イエーイ。今度はこれですね、 A6 イントルーダー、もうアメリカの海軍ですね。イエーイ。で、出来の完成時の写真はこれです。おお、かわいいですね。いいですね。卵みたいな戦闘機に。では、じゃあ中身見ましょう。じゃじゃーん。お、トリセツですね。まず、パッツです。あと、デカールです。本当に、プラモデルと全く同じですね。作り方とか。ただ、また、形が。卵に使って丸めてる。ではじゃあ取説見ましょう。はい、すごくこれも作り方単純ですけど、部品が細かいですね。結構いっぱい作ります。じゃあ、あとギアのところと、はい、武器ですね。まあミサイルとか、あと爆弾。はい、ということで、で、塗装はこうなります。多分このベースにして、下半分はもう、白に塗ります。で、その後、まあ 海軍ネイビーか、その海兵隊のところです。さあ、どっちにするかな、悩みますね。海兵隊もかっこいいです。はい、では、はい、今から作りたいと思います。少々お待ちください。はい、できました。おー、かわいいですね。はい、アメリカ、今海兵隊の A6 イントルーダーです。イエーイ。はい、全部ちょっとですね、塗装が白いのはちょっと汚い、ごめんなさい。ただ、はい、結構今回は時間ちょっと夜間かかりました。細かいパーツは兵器と、あとデカールが多かったんですね。ただ結構それ、結構かわいいデカールばかりでいいね。おー、意外に結構かわいい。気に入ってます。はい、この A6 はアメリカの海軍と海兵隊が運用した、そのまあ艦上、爆撃機ですね。で、つまり空母から発射して、で爆撃します。で、1960年から97年まで34年間を、まあ、運用しました。もう全部今、退役されました。初飛行は1962年で、生産台数は693機ですね。アメリカだ、軍だけです。乗員が2人乗って、1人はパイロットと、あとは武器、武装の、まあ、ナビゲーターというのはやってます。で、はい、部署としては、空対空でもあるし、これ、まあ、空対地ですね。あと、爆弾ですね。はい、こういうのはやってます。おー、かわいいですね。いいですね。はい、ということで、はい、以上です。アリシンチャーでした。今回は、はい、卵飛行機の A6 インクルダーを作りました。はい、とても可愛い攻撃機ですね。アメリカ海兵隊のものです。では、チャンネル登録お願いします。またね。バイバーイ。